N7 タイガーファンディング夢に踏み出せではどうぞ失礼します失礼します失礼します,しますでは 志願者の方々、経歴をどうぞ。小林翔、34歳。住まいは東京都です。最終学歴は東京大学法学部卒業。現在はオンライン学習塾個別指導塾キャステスを運営しております。 吉村信二27歳、住まいは大阪府です。最終学歴は京都大学工学部卒、現在の職業はポラリスアカデミアというオンライン塾の代表をしております。伊沢幸太郎25歳、住まいは東京都です。最終学歴は東京大学農学部、現在の職業は東大式個別指導塾、スタリーコーチを運営しています。菊崎涼次です。29歳です。最終学歴は早稲田大学教育学部、現在の職業は菊塾の代表をやってます。 はい。皆さんありがとうございます。あの、先般の動画で、私が、あのー、65歳になったら、再受験して、同社大学に入りたいっていう話をしましてですね、オールにさせていただきましたので、えー、次はですね、まあ、そうは言っても、あの、仕事を持ってますから、なかなか、あの、一般の塾に通うことができないので、皆さん、あの、オンライン塾をやってらっしゃるということで、そのオンライン塾のどこかに、ぜひ通わせていただいて、みっちりと、 僕の英語力を鍛えていただこうというふうに思ってますので、今日はもしよろしければ、どんなところが他のオンライン塾と違う優位性なのか、小橋さんから順番に教えていただければいい嬉しいなと思います。私がやっております。岩井義明の通塾をつかみ取れキャッチザクさジジ忘れましたすいませんでした <laughs> はい。それでは、岩井さんに対して、各塾の経営者は、全力でアピールをしていただきたい。 これは岩井さんに限らず、全国に放映されて、生徒さんへの思いとして伝わるはずだ。各塾、おのの特徴があるはず。 この使えないじじいをどれだけできる英語プレイヤーに仕上げるのかどういうプランニングなのか強い気持ちをぶつけてくれ小林行けはいじゃあ参りますけれども <laughs> まずじゃあ塾の特徴ということであの私がやっております個別指導塾キャストダイスは大きく3つの強みというか特徴があります一つが先取りと勉強量を重視しているということですねまあ実際岩井社長の場合まあ再受験ということになるので、まあ、先取りはあまり関係ないかもしれませんが、まあ、勉強量を特に重視していくので、まあ、これからまあ来年仕事 一旦社長職を退かれるということで、まあ、大量に勉強していただくというところが合致するかなと2つ目が講師が全員社会人ですあの多くのオンライン塾さんは学生講師の方を起用されていると思いますしもちろん学生講師の方も優秀だと思うんですが当塾では基本的に通常のコースでは全て社会人講師を起用しております。 で、三つ目がですね、まあ、情報量ですね。まあ、受験は本当に今は情報戦ということで、あの、岩井社長が受けられる同社大学もかなり昔と入試傾向が変わっていたりします。そういうことを含めて、まあ、YouTube でも普段発信していますが、個別の生徒さんにはより深い情報を提供しておりますので、そういうところでもサポートできると思います。ありがとうございます。じゃあ、吉村。 見せてみろ。プラリスアカデミーはですね、オンラインの学習塾ということで、大学受験のコンサルティングという形でやってるんですけれども、3つ特徴を挙げますと、1つ目が、まあ、えっと、徹底した計画を立てますと、学習計画を立てるというところと、2つ目が、学習管理を強化しておりまして、具体的に言いますと、勉強量が足りない生徒さんに関しては、 トレーニングルームというズームのオンラインの自習室に強制的に来てもらうんですけど、あの、岩井社長がもし勉強量足りない時には、まあ、普段ご家庭にお電話してるんで、入ってないです、みたいな。5時なんですけど、入ってないですっていうのがあるんで、まあ、奥様でしたり、えー、会社の方にお電話させていただいて、えー、岩井社長来てないですと。 あの、勉強させてくださいっていうふうな、まあ、管理もできるかなと。会社に電話行くやばいす。はい、会社に行きます。あ、そいいですね。会社に行きます。まあ、あと最後は問題解決ということで、事実ベースでですね、あの、解いてきてもらった参考書だったり、単語帳だったり、まあ、ノートとか見て、あの、まあ、テストで一発で確認というわけではなくて、まあ、解いてきたものを全部で事実把握した上で問題点を特定して、解決策を出すって感じですけど、まあ、特に管理が一番、今回、効果を発揮するかなと思ってますので、お二でいたします。ありがとうございます。 いざは噛むんじゃないぞ。はい。えっと、僕が運営しているスタディーコーチという塾は、まあ特徴が大きく4つあるんですけど、1つ目としては、現役の東大生と総慶生だけに絞っているというところですね。難関大学に合格した人たちが、どういうふうな勉強で、 合格したのか、そういうエッセンスは面談でどんどんお伝えできるところがあるかなと思います。で、私たちの特徴としては学習管理で、えー、勉強法を教えて何をやればいいかを提示するような塾なので、現役の大学生がしっかりと今の情報をもとにご指導させていただくのが一つ目。で、二つ目として、僕たちの塾は、一般的な学習管理の塾は参考書だけで勉強していくというのが中心なんですけど、僕たちは参考書だけで十分だとは思ってないです。なんでかっていうと、特に僕は理系だったので、理系科目、数産とか物理科学 あと、岩井さんが勉強される英語は参考書だけじゃなくて、授業を受けることも僕たちは大事だと考えています。なので、僕たちの塾は学研さんと連携をしていて、学研さんが出されている学研プライムゼミという映像授業も使いながら、必要な科目は映像授業で、必要じゃない科目は参考書で勉強していくようなスタイルが特徴の二つ目です。三つ目としては、勉強していく中で分からない問題はすぐに現役東大生に質問することができるという点ですね。ここが三つ目の特徴。で、四つ目。 岩井さんよく新宿でお仕事されると思うんですけど、実はスタリーコーチ、このサンエイトさんの会場の裏に来月から校舎オープンすることになりました。<う>なので、毎回、毎日ですね、校舎に来ていただいて勉強していただく環境も新宿ではご用意ができるというところが僕たちの塾の特徴かなと思います。以上です。じゃあ、菊谷君。 頼むぞ。はい。えっ、ー、と、聞塾の特徴としては、まあ、三つございます。文系の講師であれば、岩井社長は文系で受験されると思うんで、あの、総系と東大、京大のみしか在籍していないような状況なので、同じようにあの、学習をしっかりと極めてきたものが、岩井社長に短期間でどのようにあれば成績を伸びるのかというアドバイスをすることができると考えています。で、二つ目が、面談の回数が多いと考えていて、 ちょっとそこは岩井社長も多忙な、ご多忙の中なんですけど、も時間作っていただきたいですが、1週間に2回の面談を必ずやってもらうようにしておりますので、そこで、あの、学習の進捗などを管理をしております。で、3つ目に、あの、学習のカリキュラムを作っておりますので、岩井社長にそのスケジュールに合わせて何時間ぐらいできそう。であればこのぐらい進めてこようねというのを合格まで逆算して、日々単位で、毎日単位で計画してお送りしております。カリキュラムです。はい、以上になります。ありがとうございます。岩井ん はい。<laughs> どうですか ?4 つの塾の特徴を聞いてみましたけど、もう僕には奇弁にしか聞こえなかった。<laughs> 岩井くんはどう感じたかね。<laughs> お金が気になりますね。お<ー>授業料が。はい。いろいろ多分ピンキリであるんでしょうけども、僕がもし通わせていただくとするならば、週にどのぐらいの、まあ、レッスンなり、そういうのがあって、月額でいくらぐらいってちょっと教えてもらっていいですかそうですね。多分週に1 一回のコースで大丈夫だと思うので、はい、それであれば六万円ぐらいですかね。一回というのは、その一回の時間はどのぐらい?。ですか六十分です。六十分、はい、ということは。一時間で一万五千円。まあ、それ以外の、まあ、管理とかも入っているので、はい、月額としてはそれぐらいになります。なるほど。吉村さんとこは。そうですね。一科目のコースが正直ないというのはあるんですけれども。二科目とするなら、月四回、一回同じように六十分で、管理等も含めて。え四万円。 ちょっとすいません料金表が今頭の中で駆け巡ってるんですけど4万円だったと思う4万円ですはいなんか適当ですねあいつは常におんちゃらで喋ってるいや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 真剣ですよ、まあ、<う> 2>, 2科目コースで4万円ですねだからちょっと1科目で割引として まあ3万5千円ととかになるかななるいうぐらいですねなんで2科目で4万円で1科目で割引いて3万5千円でってえらい高くないですかまあ指導する時間が変わらないので、はい、正直まあ時間単価とか会議の、えー、と管理の方ですかねの負担を考えると下げられないんですけど、まあ、同じだとよろしくないかなというので特別に解説するとしたらまあ3万5万五千円という感じです岩井さん用にね、はい、スペシャルプラント伊沢さんどうですか 僕たちは先ほどの新宿の校舎も使いながらっていうことにはなるんですけど、はい、月額が6万5千円で、はい、この中に面談が週1回90分と、面談でテストもやるっていうコースですね。なので、もう勉強をや、サボる環境もできないし、あと新宿ちゃんとテストで内容が定着してるかどうかも管理すること込みで6万5千円です。はい。 菊、はい、塾の場合は、越教科のみだと1週間に50分で、はい、えっと、2万4800円税別でやっております。その中で、えっ、ー、と、学習管理だったりですとか、あと、いつでも LINE で質問ができるようなサポートもしてますので、面談会でもご遠慮なく、ご連絡が取れるような状況になります。今、4人の方に全部聞いて、基本、やっぱり週1回で、まあ、簡単に言えば、自学、実習が完全ベースなんですよね。僕自身の。そうだと思います、皆さん。何から僕はやればいいんですかね。 まず単語とか熟語とかその基本的な知識の部分をやっていただきたいのと、まあ、私としては英語だけではなくて他の科目も含めてててちょっっとと管理をさせていいたただきたいなな思ってますなので、えっとまあ、選択科目も、あのー、いろいろあるとは思うんですけど、はい、個人的には整形で受けてほしいと思っていて、まあ、それは本当に暗記量が少なくて済むからなんですけれども<ー>まあそういったことも含めてちょっと戦略も一緒に立ててっていうところでそういうプランで先ほど。 まあ大体の料金も社会は政経で受けるのがいいってことですね、はい。政治経済がいいと思います。もともと政経で受ける気はなかったですよね。はい。日本史のつもりでした。日本史。まあやっぱり物量が多いということですか、小林先生。大体知識量でいうと、はいえー、半分ぐらい、暗記量でいうとそれでいけると思います。でもなんか僕は昔から日本史が好きなので、すでに自分の中で知識として入っている部分が結構あるような気が。 してるんででですすけどそれでもやっぱり政経の方がいいですかおそらく受験から、まあ、数十年経たれていて、はい、いわゆる受験の日本史の年号だとか単語だとかは正直そんなに覚えてないこと可能性が高いと思っているので、はい、であればむしろ整形だと政治のこととか経済のことはむしろ知識が増えていると思うので、うん、普通の高校生と比べてもむしろ有利な立場にいると思いますなのでそういう意味でいうと整形を受けて使っていただきたいなと思いますね。そのの同社大学の えと受験にその社会の科目によって有利不利があったりはしないんですか基本的にはないですでちょっと得点調整とか含めて一応データを持ってきたのでお渡ししてもいいですかはい、はいはい、ちょっとすっごい<と>ガチで取りに行ってますよ <laughs> いやいや,いや違ういやいや3ページ目の冒頭になるんですがはい過去の科目ごとのあくまでこれ事例なんですが得点調整のデータまで調べています、はい、でこれでいうとあの基本的に調整されてしまうのが世界史日本史と政経だと、まあ、大体0.8 倍後半から倍になるただ日本史だと0.77倍という事例もあったので基本的に素点で言っても成形で高得点を取るのが非常に有利です。 はい、で問題の難易度でいっても、やっぱり同志社大学なので、日本世界史難しいです、はい、共通テストと比べると、はい、ただ、政治経済に関しては、共通テストで8割取れれば、同志社大学でもおそらく8割取れるぐらいの難易度です<ー>、はい、なので圧倒的に有利ですし、一般的な受験生だと、例えば他の大学も受けたいから、整形が使えない大学と併願するから、日本史って子はいるんですけど、はい、もう同社1本じゃないですか、うんうん、なので、絶対に整形を使った方がいいと思います。 ちゃんとインターンに作らせてんだな。はい、そうです。<laughs> いやうちのインターンはあの優秀な,で優秀なインターンが。おお、はい、けどこういうね、やっぱバックグラウンドをちゃんと持ってくる。そして持ってこない三人。<laughs> まあ歴然としたこうね <laughs> 差があるというか。やっぱ吉村みたいにね、薄っぺらいら <laughs> ターゲット来てるやん。吉村先生は社会は何で行く予定だったんですか？いや政経がいいかなと。 本当？いやな、思ってます <laughs> 本当に。いや、えーえー、まあ正直言うと英語のことしか考えてなかった。<laughs> はい、なるほど。伊沢先生は？いやあんま考えてなかったです。<laughs> <laughs> まあちょっとね前振りで英語の話ばっかされてました、ねはい、でも日本史がもし好きなのであれば僕は日本史でいいかなと思う派で。 結局、好きなべ科目を勉強した方が内容入ってきやすいと思うんですよね。なので、整形が好きだとしたら、整形でいいと思います。てくさんはどうですか私はその日本史の今の学習え、知識だったりとか、やっぱりその63年間の中で、どれだけの知識があるのかって判断した後に決めるべきことなのかなとは思って終わりました。うん。確かにね。まあ、現時点での岩井さんの素点がわからないので、はい、まあ、全くこう無の状態で今評価をしてるわけですね。データ上から。からまあ、やっぱりこれ、次回は、 テストですかそうですね。ちょっと1日もっし <laughs> いてもらえますいもそうですね。共通テストもしようかな。ですね、岩井さんの中で、そのプランですね。はい、えっと、いろんな、例えば、あの、東大生だったりいろんな特徴があったと思うんですけど、ここはなんかちょっと特徴的だなって思った部分とかってありましたか小林さんのところが、みんな講師の方が社会人だっていうのは。 ちょっとあの、あ、そうなんだと思って、はい、なんか、この年になって、大学生の子たちになんか教えてもらうのが、どうなんだろうって思ってたところが、ちょっと、なんか、 ハードルが低くなったかなっていう気はしてます。そうですね。はい、彼のところはそのプロ講師を厳選して、まあちゃんとこうリクルートしてるので、はい、やっぱり僕のメリットもそうですけど、やっぱ学生講師はまあ、言うなればちょっと使いやすいっていう意味はあるんですね。やっぱりプロ講師の方があのまあクオリティも高い場合あるし。はい、まあ逆にちょっと癖があって使いにくい場合もあるので、そこはマネジメントといったらね。やっぱり学生の方が楽じゃ楽なんですけど。 そこはキャスト大きな特徴でですすねいいか正直言うと学生にこれやってきてくださいって言われたのにもかかわらずやらないようなことって多分岩井社長にはできないと思うんですよ逆に追い込まれるかもしれないです学生に言われるからこそのってことっていうのはあるんですかいあですかね。といおかしいです。ただ僕個人的に懸念しているのは岩井社長はそもそも東海高校ってめちゃくちゃ優秀な高校に通われていてしかも浪人もされている時も著書も拝見しましたけど 全く、浪人代に勉強しなかったと。っはい。ということがあったので、はい、<laughs> その、まあ、ある程度、あの、強く言ってくれる存在は必要なのかなとは、うん、個人的には感じてます。金額的には、あの、あの 菊塾ですす<あ>僕が出す感じあそうですよ、ね、全額 <laughs> ゃああの菊塾の方であの <laughs> いやけどその岩井さんは、まあ、僕の、まあ、もし100万円あったとしてもじゃあ,まあ自分で上乗せもできるわけじゃないですか詰まるところ別に毎日1時間高速で派遣することもできるわけですね。 要するに、英語講師がバって行って、岩い出てこいっつって、もう社長室、社長の隣で、もうずっとバーっとやることもできなくはないわけですよ。岩井さんはどっちがいいんですか正直なところ。したの方がいいですね。あ、来てくれた方がいい。はい。もう、だから自分は動かんで、ね、逆に。で、まあ自分でやれって言われてもなかなか難しいから、強制的に会社に来てほしい。特に最初のうちは、その方が、 いいような気はしてますね。じゃあなんでオンライン指導塾集めるい<え> <laughs> なんでオンライン指導塾を4個集めるんやいや、でも、<laughs> なんか、オンライン塾って僕らの時代になかったんで、どんなものなのかやっぱり知りたいっすよ。なるほど。で、それによって本当に自分がね、あの、ちゃんと伸びることができれば、あの、これからも自信持って皆さんのお仕事をね、あの、いろいろそ紹介できるかなっていう、あの、そう思ってるんですよ。 はい。オンラインでできることは、ぶっちゃけ絶対オフラインで僕らできるので、あの、要はオンラインのメリットっていうのはその地方との格差をなくしていることなので、はい、ぶっちゃけ新宿に来るのは多分講師をちゃんと選定すれば難しくないとは思うんですけど、はい、じゃあ来てもらった方がいいってことですかでも、あの、頑張ります。自分でちゃんとオンラインでやろうとは思ってます。はい。ちょっと弱音吐きましたけど <laughs> <laughs>、はい。頑張ろうと思ってます、本当に。 じゃあ今回、はい、このプレゼンテーションの中で、はい、今塾選べますか岩井さんすごい迷いましたけど一応もう決めましたおじゃあこれはちょっと書いていただく形になりますんで、はい、ぜひここでお願いしたいと思いますじゃあ岩井さん、はい、行きたい塾を発表してくださいプレゼンしとらんやなんや ねんこれ俺らの時間は。ちょ待って待って。<laughs> 大そうやと思ったわ。何これ、原価、うちで出せってことやんなこれ。ああ <laughs>、もうそういうことやんな ?100 万円分の、英語指導みたいな。<laughs> 100万円分の。<laughs> いや、こんな熱心なあのプレゼンテーションをいただいたら、どこか一つに選ぶことは、到底僕にはできないので、やっぱこれは、ね、メディケートさんに。<laughs> 相当上から言われたんで、これは成果出していただかないと。あのまあ今回に関してはあの史上初のあのこのまさかのねあのみんなでオールスターチームを作らせていただこうかなと。巻き込まれるってことメジュケイと主体であの各塾の塾長を巻き込み、あの祝いさんを合格させるグループをちょっと作らせていただき。 こうかなとらでなんでやねん。もらえるんじゃなくて。ということで、岩井さんの最終結果は、なんと、平塾メディケイトになりました。ありがとうございますさばさば。ということでね、まあとりあえず、何かね、これ企画でいいと思うんですけども、まず岩井さんのマジな学力を、ちょっとまあ小林先生あたりで、ちょっと準備していただいて、本当に、 どうしたまでどれくらいの距離があるのかっていうのをもうこれ抜き打ちでやるしかないですね抜き打ちはいもういきなり問題を渡して解いてもらうという企画ちょっとできたらいいなと思いますが岩井さんどうでしょうかはい頑張りますはい頑張りましょうじゃあ皆さん今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございまら